須藤慎吾は、日本の防衛官僚。防衛研究所長等を経て、防衛庁防衛局長を最後に退官し、財団法人防衛庁立基盤整備、協会理事長等を務めた。大分県出身。1969年に、一橋大学小学部を卒業して、防衛庁に入庁。2001年自衛隊法改正時の防衛局長で、あり、 改正にあたり新設された防衛秘密の漏洩につき、密や研究のようなものも含め、幕僚が深く研究している内容も防衛秘密の代償となりうるとの解釈を示した。また、自衛隊員らに秘密を漏洩させる、教唆については国民の関心のあるものを取材しようとする、報道関係者の取材活動は当然のことであり、罰せられないとの解釈を示した。 また、同2001年、藤崎一郎と共に、ワシントン DC を訪れ、日米地位協定について、ケリー国務次官補、ロドマン国防次官補に、協議の申し入れをした。また、アメリカ同時多発テロ事件を契機に、テロ対策に対応した。2002年に防衛局長を最後に防衛庁を、退官した。防衛局長は、 事務方トップの事務次官への左右翼ポストとされ、現役の防衛局長が退官することには、町内から意外との声が出た。公認の防衛局長には、政界とのつながりが強い森谷武政が就任し、これ以降森谷が、防衛庁で主導権を握ることとなる。ありがとうございます。